ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ファイナルファンタジー14続きをやっていこうと思います。さあ、いよいよ初めの試練に取り掛かりますね。足の試練は、この足のね、不作をなんとかしたいっていうところだったんですけれども、どこからいきますかね。ウクラマとレベル90クエスト足の試練受注足の試練で足装備もらえる。どうしよう、気づいちゃった、どうしよう思った人どれぐらいいるかな。よし、足を元気にしてハヌハヌ族を助けてやろうぜ。方法はまだ見当もついてねえが、なんとかしてやりてえんだ。うまくいけば爆ウジャジャのやつを見返すことだって。ではまず問題を知るところから始めよう。九段の足を調べて不作の原因を探るんだ。そうしなければ対策の練りようがないからね。早速足を育てているという水田に行ってみよう。エレンビル、案内してくれるかい。こっちだ、ついてきてくれ。アルフィノの声ってすごく難しいですよね。なんかやればやるほど難しくなってきた気がするさあ、クエストアクセプテッド、中性的な声だからね。なんか少年のような声をなかなかね、出すのが難しい。なんか一方アリゼはね、結構ね、カチッとはめやすいんですけれどもね。ここまっすぐ行ったら着きそうですね。中でマウントが乗れるので、さあ今日のマウントルーレット、何だ季節がやばい、足が霜でやられてしまいそう。大丈夫かなね、この玉スタイルのね、雪だるまちゃん。もうこれ何年前のマウントになるんだろうな。そう思うとちょっと気になりますけれども、あ、なんかマイクラの畑のようなものがあるぞ。今のところ普通に生えてるけどね。それじゃあ水田を調べてみようぜ。この私が最初に原因を突き止めてやる。現物見てもね、なかなか難しいと思いますけどね。やれやれ、おたくらも水田に何か異常がないか調べてみてくれ。しばらくしたらウクラマトに情報を共有するとしよう。まず作業している人に話聞くのがね、早い気がするけどね。さて、何に異常がある？畑の中入っちゃって大丈夫かな？ね、土壌が悪くなっちゃわないか気になります。はい、枯れた足があるかな。虫がついてたりとかなのかな。ザヌハリが言っていたように、どの足も元気がなく枯れてしまっているね。この時期の天候がどうだったとかね。まあ嵐があったって言ってたからね。水田に張られた水か、なるほど。特に濁りなどは見られない。一見した限りでは水質はいいように見える。なるほどね。はい、そして水田の泥か。はいはい、泥の質もどうなんでしょうね。水田の泥は適度に柔らかく、よく養分を含んでいるように見える。はいはい、わあ、いい音楽だな聞いててなんか和みますね。さて、あと1個はどれだったかな。あ、カエルさんか。小さなカエルがいる。カエルがいるぐらいだからね、そんなにね、養分とかはね、悪くなさそうだよね。それこそ小さなカエルを見つけた。飛んで逃げる元気もないようだ。あれ、元気がない。あれ、カエルに元気がないとな。なんだろう、ちょっと一つ問題な気がしますね。なんでカエルに元気ないのかな。元気にぴょんぴょんしているっていうね、言葉が来るかなと思いながらいましたけれども、アリゼとかアルフィノもね、確認してますね。あ、アメンボ、あんまり動かなくて元気がなさそうね。アメンボもダメですか、アリゼ。さあ、アルフィノは。水田に変わったところはないように見えるが。はい、そして目の前にいるエレンビルさんも。エレンビルはなんかね、気づきそうだよね。そっちは何か分かったか。特に何もか。はいはい、ウクラマといるから喋りかけようか。そっちも一通り調べ終わったみたいだな。みんなで情報を交換しようぜ。さて、どうかな。クルルさんに話しかけるの忘れちゃった。で、どうだった？何か変わったところはあったか？なんか動物に元気がなかったよね。
ええ、見たところ水質も良さそうだし、泥も柔らかくて問題なさそうだったわね。だがカエルや水生昆虫まで衰弱していた。問題が起こっているのは足だけじゃなく、そこに生息する生き物までというのは少し引っかかるな。目には見えない水質の汚染が原因なんだろうか。詳しく調べてみないとわからないが。エーテルの流れとかは大丈夫なんですかね。あのさ、水耕のことはわかんねえんだけど、気になることがあるんだよ。生き物まで元気がねえって話を聞いて思い出したことがあってさ。オックハヌで話したハヌハヌ族の中にもため息ばかりついてる覇気のねえやつがいたよな。確かに。カエルのことはともかく、ハヌハヌ族が元気になれねえ理由は私でもわかる。聞かせてくれ。家屋が倒壊してるからとかかな。それはズバリ祭りが開かれねえからだ。前に私がこの集落に来た時は祭りの真っ最中で、ハヌハヌ族のみんなは生き生きとしてた。きっとあいつらの生活には祭りが欠かせねえ存在なんだ。だから祭りを開いて元気のねえやつを呼び起こしてやろうぜ。それが呼び水になって周りにも影響があるかもしれねえ。はい、まあなんというか、まあそうかもしれない。それはどうだろう。まあね、水田の足に対してはまあどうかわかんないけれども、まあね、バヌバヌ族、あ、そうか、ハヌハヌ族か、ハヌハヌ族に対してはそうかもしれないだよね。まあ一理あるとはね思いますからね。だろう。まあでも絶対止められますね。祭りと水田に因果関係があるとは思えないが、今の段階で決めつけてしまうのは早計かもしれないよ。一見無関係に思えるものでも、後々になって意外な結びつきが判明したりすることもあるからね。そう、アルフィのスタンスですよね。どっちかっていうとね。ええ、それに少しでも手がかりが欲しいこの状況なら何でも試してみるべきだわ。そういうものかね。まあ現実的に言ったら関係なさそうだけどね。それにこの継承の儀はウクラマトの旅なんだから、思うようにやってみたらいいじゃない。そうそう、そうですね。ありがとな、みんな。それでよ、確か祭りの時には神輿を担いでたはずなんだよ。足で編んだ鳥みたいな船なんだけど、誰かは見かけなかったか。あの見事なね、船ですね。見かけましたね。あれはまだね、動きそうだったけれど。おっ、オックハヌの北側にあるでかい建物で見かけたんだな。行ってみようぜ。おみこしが船なんですね。まあここは水が豊富だからね、水にまつわるものがねモチーフになるのかもしれないですけどね。これがいつもの一人旅なら迷うこともないんだがな。心配ですね。まあ今回の主役はね、ウクラマトですからね。この義に挑んでるっていう意味ではね。さてと、ちょっと遠いかな。マウント乗っていきましょうか。前回行ったとこらへんまで戻っていく感じですね。さあ2個目のマウントは妖怪ウォッチ。ちょっと前までね、あれもうまだやってんのかな、どうだろうかな。あの復刻イベントでねまたやってましたけれども、ここフィールドか。一回戦ってみてもいいけどね。悩むところですね。さてと、まだ戦闘の音楽聞いてないからね、ちゃんとね。こっちからだとこれですね。いやー、晴れ渡ってると色が綺麗だな。間違いねえ、こいつが神輿だ。なんだかところどころ壊れているような。もっとよく見てみましょう。はい、はいはい、これも観察なんですね。どこが壊れてるかな。
可愛い鳥さんだけど。あ、目が取れてるかな。あとはどこだろうな、パッと見。はい、スタート。まあ、ここが気になりますね、まずね。さあ、ドラッグしてかけた目。これは目のようだけれど、宝石が一つしかはまっていないわね。外れてしまったのかしら。3つある。なるほど。あと何があるかな。そうね、羽は特に。はい、荒れた羽飾りか。あ、ほんとだ。尾羽の飾りがボロボロになっちまってるな。前に見た時はもっと華やかだった気がするぞ。はいはい。あとなんだろうな。おみこしで言うならば持ち出のところとか。はいはい。あ、これ折れてるのか。なんか一つ飾りないなと思ったんですけどね。担ぎ棒が折れちゃってるじゃない。これじゃあ担ぎ手が足りなくなっちゃうわ。ただでさえこんなに大きいのに。もうだいぶ劣化してましたね。こういうのの修繕も大変そうですからね。これを直したらちょっとはね、喜んでもらえるのか。欠けた目に折れた担ぎ棒、それからボロボロの尾羽、気になったのはこんなもんか。ならお次はそれをどうやって直すかだな。みこしが万全じゃなきゃ祭りにならねえだろうしよ。はいはい。あんたらそこで何してる。祭りに使うみこしを見ていたの。あちこち壊れてるみたいだけれど、原因はやっぱりさっきの大嵐かしら。はあ、住人の避難がやっとで、みこしまでは守りきれなかったんだ。こいつがなきゃ伊比花祭は開けないってのに。そうそう、それだよ。その伊比花祭ってのをやりたいんだ。おい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 、あんたら正気か。家は壊れるわ、復興の人でも足りてないわで、大変なこの時に北条祈願の祭りをやろうってのか。もちろん本気だ。暗い顔してるからって問題が解決するわけじゃないだろう。なら祭りで盛り上げてみんなを元気づけたっていいはずだ。そりゃあ俺だって今年の伊比花祭のまとめ役だからな。あ、まとめ役の方だったんだね。祭りができればそれに越したことはないと思うけど。みこしを直そうにも材料が足りない。目に入れるアポキシャに、担ぎ棒に使うウユイポ材、それに尾羽を飾る風に選ばれし者の羽だ。アポキシャは魔導士の装具にも使われる奇跡だろ。ウユイポ材も細具に欠かせない高級木材だと聞いたことがある。だが風に選ばれし者ってのは、羽を風魔法で飛ばして距離を争う競技の優勝者のことさ。それが問題なんだ。俺たちハヌハヌ族は風魔法を得意としているんだが、体的に魔力の放出量が多くてすぐにへたばっちまう。足が食えないとあっちゃなおさらな。あ、これ足食べるものにもなってるんだね。なるほどな。足は他の植物の発育を妨げるほど生命力が強い。そいつを食べることで魔力不足を補っていたんだな。その通りその通り。だけど足の不作でみんな魔力が足りなくてヘロヘロでさ、掟で決められた素材が集まらなくちゃみこしは修理できないよ。うん、案外そこに答えがあるのかもしれないね。風魔法で扱う競技の優勝者となれば、必然的に魔力の操作に長けていることになる。そうしたものの羽ならエーテル伝導率が高いはずだ。そして魔導士の装具にも使われる奇跡と、細具に欠かせない高級木材が神輿には必要だという。ここまで細かく素材を定める理由とは。はい、なんというか
みこしはマグとしての機能を有している。みこしは敵を倒すための秘密兵器なんだ。はい、アルフィノさん続きをどうぞ。まあ一番上でしょうね。まあなのでいろんな環境にも影響があるという話ですね。私も同じことを考えていたよ。おそらくこのみこしは一種のマグなんだ。何のためのマグって、そうか、イヒハナ祭は豊穣祈願の祭りなんだよな。そこで使われるみこしってことなら、豊かな実りを促すような力が備わっているはず。修理して祭りを開ければ足の不作を解決することだって。来ましたね。やってみないとわからないが、その可能性はある。祭事や祈祷の儀式は魔法とも縁が深いものだからね。だけどもだけども、みこしがマグだなんて聞いたことないぞ。ならきっと始まりは純粋な豊穣祈願だったんだろうね。豊作の翌年には験を担いで前年と同じみこしが作られ、凶作の翌年には飾り付けを改良してさらに祈りを込めた。そうして試行錯誤しているうちにみこしがマグとして洗練されていったのだろう。はい、なるほどな。そうと分かれば何としても遺品花祭を復活させようぜ。腹ペコで辛いだろうけど、足もみんなも元気にするため、あたしらも全力で協力するからよ。分かった。みこしがマグだなんて話を信じたわけじゃないが、ここ何年かみこしの修理を頼んでる船大工を紹介する。目と担ぎ棒は何度か直してもらったことがあるから、きっと素材の入手方法にも詳しいはずだ。まあ取ってくるのは私たちってことかな。では風に選ばれし者の羽は私とアリゼで入手しよう。オックハヌの皆を集めて風魔法の腕を競ってもらうんだ。私たちが魔力を供給することでね。いくつか錬金薬の常備もある。俺も付き合おう。なんとかなりそうですね。お祭り華やかだろうな、楽しみですね。なら私らは船大工のところへ行くぞ。俺だってみこしを直すために頑張ってきたんだ。あんたらばかりに任せるわけにはいかない。一緒に行かせてもらうよ。それとそれと、今更だけど、俺はリヌハヌだ。ああ、よろしくな、リヌハヌ。進んできましたね。いい傾向だ。さあ、クルルさんとお話しするのかな。ウクラマトさんの思いつきがきっかけで、答えに向かって伸びる道が開けた。知識や経験が豊富ってわけじゃなくても、ウクラマトさんには不思議な直感が備わっているのかもしれないわね。野生の感が強いっていうことですかね。はい、足の試練コンプリート。まあでもね、運の良さもね、実力のうちみたいなところはありますからね。それは現代でもね。はい、ではでは次回は船大工さんのところに行きましょう。今回はここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方は、ぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のファイナルファンタジー14あるいはこのゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。